捕まった獲得合意トップです。またしてもプレミアリーグに今回の注目ターゲットが参戦してくるようです。いやマジで来季のプレミアリーグめちゃくちゃ楽しみなんですけど、昨日の動画で昇格組のノッティンガムフォレストが28億円で選手獲得してすげえなって話をしたんですけど、今回は昨季7位のウェストハムさんが移籍金50億を超えるビッグディールを成立させようとしております。マジでねプレミアリーグの資金力がえぐいんですよ。そしてこのスカマッカの獲得、ウェストハムのスタイルにかなりフィットしそうな予感がしております。ということで今回はスカマッカの移籍報道とプレイスタイルから起用法を考察し、さらにこの移籍がチェルシーサポーターにとってはかなり嬉しいニュースになりそうですので、そこら辺も詳しく話していきたいと思います。 Let's go。 はい、今日もたくさんコメントを残していってください。そして毎日投稿8日連続継続投稿中です。今月中にチャンネル登録者数4500人まで持っていきたいと思ってますので、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録していってください。それとツイッター界の重鎮アリエルさんと移籍期間中コラボしていくことになりました。いやー本当にありがとうございます。僕が開けた YouTube をアリエルさんのツイートに引用リツイートで投稿していきたいと思ってます。今回もね心よく引き受けてくださりましたので、ぜひね皆さんもアリエルさんのツイートの拡散も兼ねてフォローとリツイートしていただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。ということでまず今回のウエストハムの動きから見ていきますと、昨シーズンのプレミアリーグで6位、今季はヨーロッパリーグを戦いながらリーグ戦が7位、そしてヨーロッパリーグはベスト4進出という近年の躍進が目覚ましいウエストハムですけども、今季はさらに上を目指していくということで、さらなる得点力のレベルアップを図るためアタッカーの獲得を画策しております。現在サッソーロに所属するイタリア代表フォワードジャンルカ・スカマッカとフランクフルトに所属するセルビア代表フィリップ・コスティッチの2人を本家のトップターゲットに据えて交渉中となっています。コスティッチはフランクフルトとの契約が残り1年になっているということで、ハマーズは移籍金1200万ユーロ約17億円プラスボーナスでクラブ間合意に近づいている模様です。ただ選手との個人合意にはまだこぎつけていない状況となっていますね。コスティッチは現在29歳の選手で結構ベテランですね。昨シーズンのヨーロッパリーグ優勝に大きく貢献している選手でして、2028年にフランクフルト加入、公式戦通算169試合出場、33ゴール63アシストを記録しているかなり得点関与に長けてるアタッカーとなってます。主戦場が左ウィングですので、トップにスカマッカ、そして控えにアントニオ、右がボーベン、左にこの得点関与数を残しているコスティッチの獲得になるとかなり強力な前線になっていくわけなんですよ。さらにここにフォルナールスとかベンラーマもいます。ほわ、実はこのスカマッカとコスティッチの代理人が同一人物ということで、2つの移籍交渉を担当しているということで、このダブル取りが実現しそうっていうところですね。そして今回すでに獲得で合意済みというジャンルカスカマッカですが、サッソーロに対して移籍金3600万ユーロ約50億円プラスボーナスのオファーを提示し、これをサッソーロは受け入れたとされております。現在はボーナス額や将来の転売時の移籍金割合などについて交渉が続けられているという感じです。スカマッカは23歳の195センチのストライカーというプロフィールだけでかなり魅力的な選手でして、さらに今シーズンセリアで16ゴールと爆発しまして、まあ得点王のインモビレが27点取ってるのでちょっと少なく感じますが、サッソーロは11位フィニッシュしてるクラブなので、それで6位ローマのエイブラハムと同じくらい点取ってるので、まあいかに得点力が高いかわかると思います。その活躍もあって昨年9月にはイタリア代表デビューも果たしている期待の選手です。イタリア代表はかなりストライカーの層が厚くなってきましたね。まあ一番のストライカーはチャンピオンズリーグでアトレティコをワンタッチ粉砕したエメルソン・パルミエリさんなんですけどね、もうこれは譲れないですね。そんなスカマッカのプレースタイルですが、最大の武器は強烈なパンチのあるシュートでして、ゴラッソを決めまくるというチェルシーにとって一番厄介なタイプのストライカーなんですよ。もうコースを狙うっていうよりかはパワーでねじ伏せていく感じでして、そのパワーシュートに自信がありますので、ガンガンペナルティー野外からも打ってきます。それで16ゴールも取ってますと、まさにね中堅クラブのストライカーにふさわしいタイプというか、少ないチャンスでゴールをねじ込めるっていうのはそのまま打ってもいいですし、打つふりして周りを生かすっていうのもいいので、ゴラッソがあるというだけで相手にとってはかなり厄介になってきます。そしてフィジカルが優れているので、無理な姿勢からでもパワーシュートを打つことができるので、振り向き様のボレーだったりでスーパーゴールが生まれがちな選手となっています。さらにそれだけでなく、ポストプレイヤー型のセンターフォワードとしても優秀でして、
見た感じはほっそりしてますが、195センチあって体幹もしっかりしてるので、相手に体をぶつけられてもバランスを崩すことは少なく、さらに足元の技術も高いため、サイズとテクニックが相まって、ディフェンスからのロングフィードやクリアに逃げたっていう場面でも、そこから起点を作ってくれることができます。マジでウエストハムのサッカーにバチコリハマりそうなんですよ。さらにドリブルスキルも高水準でして、今シーズンのドリブル成功率が 70% とめちゃめちゃ高いです。イメージしやすいところで言うと、モラタみたいなタイプのストライカーですね。サイズがあって、足元あって、ドリブルもできるみたいな。まあ、しかもイケメンということで、ちょっとスペックが高すぎるので、モラタと同じく師匠であることを祈ってます。そして、ブロヤもね、こういったサイズがあってドリブルができるタイプなので、モイーズサッカーのスタイルはそのままに、センターフォワードの世代交代を図ろうとしてる感じだと思います。まあ、アントニオからポジションを奪うってのは、あの今季チャンピオンズリーグで11得点取ったセバスチャン・ハラーですら叶わなかったので、厳しい試練になることは間違いないと思いますが、スタメン勝ち取るほどの実力を発揮してくれば、かなり厄介な補強になってくると思います。ということで、この2選手が加わった場合の来季のハマーズのスカット予想をしていきますと、いや、えぐくないですかメンバー。やっぱね、こう見ると間違いなくレスター以上のスカットになってきてると思うんですよ。ここ2、3年はね、レスターより順位上に来てますし、まあ、この一番大きな要因はモイーズサッカーに合う選手ばっかり揃ってたってことだと思うんですよね。フェールはチェルシーのメンバーをかなり入れ替えないといけない状況ですけども、ハマーズは元々いた選手がモイーズに合う選手が多かったと思うので、そして今回もピンポイントでスタイルに合った選手を補強していくって言ったところで、ちなみに今回補強第1号はレンヌからディフェンダーのナイフアゲルトっていう選手を獲得してまして、彼もね移籍金50億円で獲得してますから、めちゃめちゃ補強してるんですよ。まあ、モロッコ代表でスタメン取ってる選手なので、彼もねかなり注目していった方がいいです。そしてちゃっかりアレオラも完全移籍で獲得してますと、このスカマッカーコスティッチまで獲得できたら隠れビッグサマーですよね。まあ、隠れてないかもしれないけど、元々スタメンクラスはビッグシックスとも張り合えるメンツが揃ってましたし、今回でそれと同等のポテンシャルを持った選手を3名獲得するとなると、本当にねハマーズこそ脅威になる存在だと思います。シールキャンセルがねやべえよマジで。そしてチェルシーにとっての朗報、このスカマッカのハマーズ移籍が正式に決まれば、もう一人のターゲットであったアルマンド・ブレアから手を引くのではないかということなんですよ。いやーこれがねマジで良かったです。まあ、確かにねアントニオの後釜としてはプレイスタイル的にはハマりそうなんですけども、まだねブレア20歳ですし、移籍金もスカマッカと同じく50億円程度かかるというところで、まあ、ハマーズからすればリスクはこっちの方が高かったのかなと。この判断はねハマーズにとってもベストだと思います。まあ、ただ完全にウエストハムが撤退するとも言い切れませんし、他にも今季ローンで行ってたサウサンプトン、エバートン、ニューカッスル、ナポリも獲得に興味を示してると報じられてますので、まだまだ全然油断できない状況となってます。てかね、普通に考えてクラブの生え抜き選手を平気で引き抜こうとするのマジでやめてほしいんですけど、なんか年齢も割といってて今後トップで活躍する見込みがなさそうな選手とかならわかるんですけど、ブロヤなんてまだ20歳で、昨シーズンの活躍から見ても数年後にチェルシーのストライカーとして君臨するってのは間違いないじゃないですか、どう見ても。そんな選手はね今季スカッと入りするか微妙だからつって完全移籍して出場機会与えますよっていうのマジでやめてほしい。まだ20歳なんだからそんなに焦らせないでくれと。ギャラガーも今年23歳でようやくトップチームデビューですからね。とにかくチェルシーユースはもう絶対非売品です。クリス先生はちょっと知らんけど、いや冗談ですよ。まあ、あとねベルナーの対談の噂とかも結構出てまして、まあ、ベルナーが対談するってなったらねブレアはね今怪我してるんですけども、まあ、自動的にスカット入りするんじゃないかなと思ってます。ただねベルナーもジェットコースターに乗ってはしゃいでたのでチェルシーに不満ないと思うんですよね。